トラビスジャパンの挑戦にナンバー・アが答える。次なる音楽戦国時代到来か。最近、ナンバー・アの最新デジタルシングル、GOAT のダウンロード数が話題となり、それをトラビスジャパンと比較する議論が続いています。しかし、音楽の魅力やアーティストの努力だけでなく、この比較が広がる音楽コミュニティにどのような影響を与えているのか、そして社会的な側面にフォーカスしてみましょう。ナンバー・アの ゴートの成功とトラビスジャパンのデビューにより、音楽コミュニティはますます多様化しています。様々なファン層や世代がそれぞれのアーティストを応援し、異なる音楽スタイルに触れることで、コミュニティ内の豊かな表現が広がっています。ナンバー、愛のファンクラブ会員への先行情報解禁により、新たなデジタルシングルが2024年1月1日にリリースされることが明らかになりました。これにより、 ファンたちは新たな音楽体験に期待を寄せており、音楽イベントへの参加意欲も高まっています。数字やランキングだけでなく、音楽イベントは社会的な影響をもたらしています。アーティストたちは音楽を通じて様々なメッセージを発信し、ファン同士がつながり、共感し、会う場を提供しています。このようなイベントは単なる娯楽だけでなく、社会全体にポジティブな影響をもたらしていると言えます。一方で、ナンバー 愛とトラビスジャパンの比較が一部で議論となっています。しかし、アーティストたちは競争だけでなく、音楽の楽しみや共有の喜びを提供しています。個々の成功を喜び、多様性を尊重することが、より豊かな音楽コミュニティを築く一環となるでしょう。最後に、ナンバー、愛とトラビスジャパンの活動を通じて、音楽コミュニティはますます広がり、深まっていくことが期待されます。 異なるアーティストやジャンルに開かれた心で、音楽を通じて共感し、愛、より良い社会を築いていくことが、今後の音楽シーンの魅力となることでしょう。このような展開が音楽業界に新たな息吹をもたらし、ファンたちにとってより充実した音楽体験が待っていることを期待しています。